ススキティラヌスは、白紀後期のララミリア大陸に生息した小型のティラノサウルス浄化の獣脚類の属。モシキ種シススキティラヌスハゼラエのみが含まれ、約9200万年前に生息していたと、信じられている。モシキ標本は、中ロニアンにあたるニューメキシコ州西部のズニボンチモレーのヒル層で発見された。ワイオーミング州恐竜センターにて、一般的な コエルロサウルス類としての特徴が多い初期の骨格復元ススキティラヌスの二つの標本は背丈1メートル全長3メートルで体重は20から40キログラムだったいずれも生体ではない可能性が高く標本の一つは成長輪に基づいて3歳と推定されたススキティラヌスの頭部と足はティラノサウルスよりも細長いアークトメダターサルの系統発生学的に早い 記録などススキティラヌスは、すでにティラノサウルス科のボディープランの主要な特徴を持っており、羽毛が生えていた可能性もある。ウルフとカークランドによる1998年のズニケラトプスの記載において、小型のドロマイオサウルス科として最初に言及され、科学的記載に先立って、ズニのコイルロサウルス類や、ズニのティラノサウルス類あるいは、ズニティラヌスと非公式に呼称されていた。 ドキュメンタリー、プラネットダイナソーで、焦点が当てられた際には、ズニティラヌスという名称が用いられ、ティラノサウルス類の推論的な傾向に基づき、群れで狩りをする捕食動物として紹介された。最初の化石は古生物学者、ダグウルフと共に発掘に訪れていた当時16歳の、博物館ボランティアであるスティーリング・ネスビットが、発見した。ススキティラヌスは2019年に、 原始的なティラノサウルス浄化の属として正式に記載された。ホロタイプ標本 MSMP4754 とパラタイプ標本 MSMP6178 のどちらもがアリゾナ自然史博物館のコレクションとして保管されている。ススキティラヌスに近縁な属であるティムルレンギアイカはススキティラヌスの位置についての系統解析。 ススキティラヌスが生息していたニューメキシコの地域は化石が豊富である。シロア秋前期の動物症とシロア秋後期の動物症の転換期にあたり植物が生い茂り、湿潤で恐竜がひしめいていた。この層は降雨と大規模な植生に恵まれた湾であったと考えられ、木蓮などの森林が卓越していたとされている。ズニケラトプスやノトロニクスといった タノ族やジェアワティのわずかな標本などがこの地域から知られており、まだ命名されていないアンキロサウルス科の恐竜もこの層に含まれている。ススキティラヌスの記載は研究者がティラノサウルス上下の進化を解明するために埋める必要があった重要な系統学的、形態学的なギャップを埋めた。ススキティラヌスの脳がそのボディープランと比較してはるかに大きいと道ゲウルフは主張している。 前述の通りソスキティラヌスは正式な学名が付けられる前から様々な特別展や映像作品に登場している。今作では発見当初のドロマヨサウルス類説とやや新しいコエルロサウルス類説の姿で登場した。ドロマヨサウルス類としてはたびたびズニケラトプスやノトロニクスとコゼリアイを繰り広げた。コエルロサウルス類としては鳥類への進化を解説する役目を担った。 制作年の都合により、ススキティラヌス自体の名前は言及されていないが、解説シーンにて実骨標本が確認できる。今作では、ズニティラヌスという仮の名前で登場した。こちらでもノトロニクスを二度に渡り襲撃したり、仲間の死骸を漁る様子が描写された。ありがとうございます。